それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。おっと、湘南バシッド遅れてしまいました。さあ果たして何が行くでしょうか。アドマイヤハレー前に行きそうです。ボッケリーニそれに続いています。さらにはプロミナンス、9番カラテ、その後ろ先手を取ったのはアドマイヤハレー、すぐ後ろに湘南バシッド、これに続いてオーリアリリー、黄色の帽子サンストップと、その後ろ内からはマイネルウィルトス、ラーグルフ、それに続いています。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。その隣にモリアーナ、シルブロン、それに続きます。最後方にジャックネイト、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度、2番プロミナンス一気に先頭に立ちました。並んで7番アドマイヤハレー、 1000m を通過しました。これは少々スローペース、後方勢には影響するか。少し離れてマイネルウィルトス続いています。その外に空手湘南バシット、そのうちに続いています。その外からボッケリーニ、内からはシルブロン、その外にオーリアリリー、並んで11番ジャックネイト。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ2番プロミナンス、アドマイヤハレー、ほとんど差がありません。間を挟んでボッケリーニ3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあいよいよ直線の攻防、最後の追い比べ、先頭はアドマイヤハレー、残り 200m、 ここで先頭変わってプロミナンス、2番手はアドマイヤハレー、プロミナンス先頭、プロミナンス先頭だ、プロミナンス、プロミナンス1着、2着にはどうやらアドマイヤハレー、勝ったのはプロミナンス、このレースを制したのはプロミナンス。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ先行争い何が行くんでしょうか。湘南バシッド前に行きそうです。プロミナンスそれに続いています。さらにはアドマイヤハレー、12番ボッケリーニ、その後ろ先手を取ったのは湘南バシッド、間が空いてオーリアリリー、並んで6番サンストップと、この集団に空手、すぐ後ろにラーグルフ、シルブロン、それに続きます。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。内からはマイネルウィルトス、その外にジャックネイト、最後方にモリアーナ、各馬鮮やかな芝生を蹴り上げて進んでいきます。もう一度先頭から、4番湘南バシッド、依然として先頭、 1000m を通過。これは少々スローペースです。展開への影響はどうでしょうか。リードは1馬身から2馬身、これに続いてボッケリーニ、プロミナンス、すぐ後ろその後ろにオーリアリリー、その隣にカラテ、その横にアドマイヤハレー、隣にはラーグルフ、サンストップと、そのうちに続いています。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ4番湘南バシッド、2番手はプロミナンス、ボッケリーニ3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はプロミナンス、さあいよいよ直線の攻防、プロミナンス先頭、あと 200m、 アドマイヤハレー先頭だ、残りわずか、ゴール前最後の攻防、2番手はプロミナンス、アドマイヤハレー先頭だ、アドマイヤハレーゴールイン、2着にはどうやらプロミナンス、3着にボッケリーニ、アドマイヤハレー、見事このレースを制しました。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。まずは先行争い何が行くでしょうか。プロミナンス前に行きそうです。空手それに続いています。さらには湘南バシット、7番アドマイヤハレー、その後ろ先手を取ったのは湘南バシット、その外にボッケリーニ、内からはオーリアリリー、サンストップと、すぐ後ろマイネルウィルトス、そのうちに続いていますモリアーナ、それに続きます。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。その隣にラーグルフ、隣にはシルブロン、しんがりからジャックネイト、各馬鮮やかな芝生を蹴り上げて進んでいきます。さて先頭を見てみましょう。4番湘南バシット依然として先頭、並んで2番プロミナンス、 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。少し開いてマイネルウィルトス、これに続いてオーリアリリー、緑の帽子アドマイヤハレー、その後ろ内からはモリアーナ、その外から空手、並んで12番ボッケリーニ、前は湘南バシット、ここで先頭が入れ替わりました。プロミナンス、湘南バシット、2番手に控えましたマイネルウィルトス、3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。4コーナーカーブから直線コースに向きました。プロミナンス先頭、残り 200m を通過して、先頭はプロミナンス、外から一気に突き抜けるか、アドマイヤハレー、プロミナンス先頭、プロミナンス、プロミナンス
1着、2着はアドマイヤハレー、3着にボッケリーニ、勝ったのはクロミナンス。このレースを制したのはクロミナンス。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。どの馬が先頭に立つでしょうか。ボッケリーニ前に行きそうです。湘南バシット、それに続いています。さらにはクロミナンス、7番アドマイヤハレー、その後ろ先手を取ったのは湘南バシット、オーリアリリー、それに続いています。その隣に空手、この集団にサンストップとマイネルウィルトス、そのうちに続いています。その外からラーグルフ、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。その後ろにモリアーナ、その後ろにチャックネイト、しんがりからシルブロン、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。4番湘南バシット、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペースです。先頭から最後方までおよそ10馬身、淀みのない展開になりました。その後ろにアドマイヤハレー、クロミナンス、それに続きます。すぐ後ろにオーリアリリー、その外に空手、内からはマイネルウィルトス、その外にボッケリーニ、内からはラーグルフ、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として4番湘南バシット、アドマイヤハレ、ほとんど差がありません。クロミナンス3番手、後続も追い上げていきます。さあ先頭はアドマイヤハレ、4コーナーカーブから直線コースに向きました。アドマイヤハレ先頭、あと 200m、 先頭はアドマイヤハレ、2番手はクロミナンス、後続は大きく離れました。アドマイヤハレ1着、アドマイヤハレ完勝、2着はクロミナンス、3着にボッケリーニ、アドマイヤハレ、見事このレースを制しました。スタートしました。横一線、綺麗なスタートを切りました。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。アドマイヤハレ前に行きそうです。湘南バシット、それに続いています。さらにはプロミナンス、12番ボッケリーニ、その後ろ先手を取ったのは湘南バシット、間が空いてオーリアリリー、その外に空手、その隣にサンストップとマイネルウィルトス、そのうちに続いています。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。モリアーナ、それに続きます。その外からラーグルフ、その後ろにシルブロン、しんがりからジャックネイト、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。さて先頭に戻りましょう。7番アドマイヤハレー、一気に先頭に立ちました。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペースです。先頭から最後方までおよそ10馬身、淀みのない展開になりました。並んで4番湘南バシット、少し離れてプロミナンス、続いています。オーリアリリー、すぐ後ろ、その外にボッケリーニ、内からはマイネルウィルトス、その外に空手、赤の帽子モリアーナ、その後ろ。さあ先頭は湘南バシット、アドマイヤハレー、ほとんど差がありません。プロミナンス3番手、後続も追い上げていきます。さあ先頭はアドマイヤハレー、離れて湘南バシット、4コーナーをカーブして、さあこれからです。アドマイヤハレー先頭、残り 200m、 先頭は依然としてアドマイヤハレー、2番手はプロミナンス、この手応えはどうか。アドマイヤハレ先頭だ。アドマイヤハレ1着、2着はプロミナンス、3着にボッケリーニ、アドマイヤハレ見事このレースを制しました。スタートしました。オーリアリリー、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくオーリアリリー行きました。続いて前へ行くのはアドマイヤハレ、さらにはプロミナンス、4番湘南バシット、その後ろオーリアリリー、先手を取りました。間が空いてボッケリーニ、空手、それに続いています。その隣にサンストップと、すぐ後ろにマイネルウィルトス、これに続くのがラーグルフ。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。モリアーナ上がっていきました。シルブロン、すぐ後ろ、その外にジャックネイト、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。12番ボッケリーニ、一気に先頭に立ちました。リードは1馬身から2馬身、 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペースです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。その後ろからはアドマイヤハレー、内からはオーリアリリー、その外から湘南バシット、黒の帽子クロミナンス、その後ろ、ここにマイネルウィルトス、その外にジャックネイト、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてボッケリーニ、2番手はアドマイヤハレ、オーリアリリー、3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はボッケリーニ、その隣からはアドマイヤハレ、ここで先頭変わりました。
先頭はアドマイヤハレー、残り 200m、 後続を引き離すアドマイヤハレー、足色は衰えません。2番手はボッケディーニ、アドマイヤハレー圧勝、今ゴールイン。2着はボッケディーニ、アドマイヤハレー、見事このレースを制しました。